どうも、ナイブです。今回のですね、放送はですね、あれです、頑張りすぎちゃってなんかこう自分を壊してしまうというか、自分を潰してしまう人のですね、お話です。インポスターシンドロームって皆さん聞いたことあります？インポスターシンドローム、これは何かというとですね、別名詐欺師症候群と言われていて、有能な人とかすごい頑張って成果を出してるはずなのにもかかわらず、なんかそのいつか自分が無能だってバレるんじゃないかとか、今回はたまたまラッキーでですね、うまくいっただけで、うまくいくことがあってもラッキーでうまくいっただけで自分の努力なんかじゃないんじゃないかとか、全然もっとうまくできるはずなのにうまくできない気がするとかですね、自分がですね、実は仕事ができないってきっとみんなにバレるんじゃないかみたいな風に、どんなに頑張ってもですね、自分に自信が持てないというか、自分の能力はですね、ないんじゃないかという風にですね、思い込んで不安をですね、どんどんですね、募らせていって、で最終的には潰れてしまうというですね、人のかかっている症候群のことをインポスターシンドロームという風に言うんですね。でこれですね、結構身近にありまして、皆さんもですね、自分が何か成功したりとか何か成し遂げたのに、別になんか自分が頑張ったからじゃなくてたまたまうまくいっただけなんだという風に思い込んだこととかってありますよね、よくね。僕もね、もちろんありましたけど、これ実は結構多くの人がですね、なるもので、しかもですね、特に優秀な人がかかりやすいのでですね、普通のことなんで対策方法をぜひ覚えておいてください。例えばドミニカン大学のですね、リサーチによるとですね、社会的にですね、めちゃくちゃ成功した人でもやっぱり 70% ぐらいの確率で一度はですね、インポスターシンドロームに悩むってことが分かってるんですよ。ですからですね、そんなにめちゃくちゃ成功してるわけじゃない僕らはですね、そういう意味で言うとですね、やっぱりですね、ある程度は悩むんだろうなってことが分かりますので、ぜひですね、そこら辺頭に入れておいてください。じゃあですね、このインポスターシンドロームって詳しく言うとですね、どういう特徴があるのかというと、自分のですね、胸に手を当てて考えてみてください。じゃないと自分が無能なんだとか、自分はそんなに仕事できないと思ってるのに、それがたまたまインポスターシンドロームで、本来能力あるのにインポスターシンドロームにかかっちゃってるとすごくもったいないんですよ。どうなるかというと、例えばブラック企業だったらですね、あいつ働くけどあんまり給料欲しいって言わないから、ね、適当に使っちゃおうとか、あんまお金あげなくても動いてくれるからこのままでいいやみたいな風にですね、結構ですね、なんていうの、いいように使われちゃったりするので、ぜひ気づいてほしいんですが、例えばこのインポスターシンドロームの研究で有名な先生だとですね、レリー・ヤング博士って方がいるんですね。でですね、で彼が一応定義しているですね、インポスターシンドロームの特徴っていうのはですね、いくつかありまして、全部でですね、6つあります。で、この6つが、チェックテストみたいな感じになってるんで、この6つの中のどれかに当てはまったら、基本的に皆さんインポスターシンドロームを疑った方がいいと思いますんで、ぜひですね、自分にどれが当てはまるのかを考えながら聞いてください。1つ目、自分の中で何かが成功したりとか、やっているプロジェクトがですね、成功したにもかかわらず、誰かを騙したような気分になると。で自分がうまくいったのはあの人を騙したからじゃないかとか、誰かを騙して嘘をついてるからじゃないかみたいな、そもそも嘘ってみんなつきますからね。女性は1日3回、男は1日6回嘘をつくっていう風にですね、出てますから、そういう意味で言うとですね、別にそこまで気にしなくてもいいんですが、成功しても誰かを騙してるっていう風にですね、感じてしまうというのが1個目の特徴ですね。で2つ目、成功しても自分がですね、無能だってことがですね、きっとバレるんじゃないかっていう風にですね、思い込むというのが、これ2つ目のポイントですね。で3つ目、基本的には成功して満足できるような結果が得られてるのに、みんなが成功してるような、よかったねって言われるのに、細かいですね、どうでもいいような失敗とかにですね、目がいってしまう。だから小さな失敗に成功しても目が行きがちというのが、これは3つ目のポイントですね。次4つ目のポイントは、自分にしかできないことをちゃんとやってるし、周りから見たら、いやすごいねっていう風にちゃんと評価されてるのに、こんなん誰でもできるんじゃないかっていう風に思ってるってことですね。自分にしか本来できないことなのに、誰でもできるですね、どうでもいいことなんだっていう風にですね、思っちゃってると。これが4つ目のポイントですね。次5個目のポイントは、自分が成功したのはですね、運が良かったからであって、自分の努力はですね、ほぼ関係ないと、一切関係ないと、ただ単にね、タイミングが良くて運が良かっただけだっていうふうにですね、考えてしまうと。はい。というのはですね、5個目のポイントですね。最後6つ目のポイントがですね、例えば、他人とですね、仕事で話してるときに、ここはもっとこういう風にやった方がうまくいくんじゃないですかって言われて、いいアイディアをもらったとしますよ、ね。そしたら、それありがとうございます。採用します。みたいな風にですね、ちょっとやってみます。みたいな風にですね、言えればいいんですけど、ちょっとですね、建設的な、いわゆるこう、いいポイントを指摘されたようなですね、ちょっと軽い批判とかでも結構凹んで、あんなことを指摘されるなんて、きっと俺はやっぱり無能なんだっていう風にですね、全部ですね、他人に言われたことが全部自分が無能だっていう風にですね、感じるような方向に持っていってしまうと。はい。これが6つ目のポイントですね。はい。結局ですね、このインポスターシンドロームの問題って何かっていうと、自信がないっていうよりかは、自分の能力に対する感情っていうのにですね、ギャップがありすぎるのがですね、結構原因だったりするんです。だから本来は能力あるのにないと思い込んでるとか、本来はみんなから評価されて喜ぶべきはずなのに、それをけなしちゃうとかっていう風にですね、感情がですね、と能力がですね、マッチしてない状態、これがですね、インポスターシンドロームの特徴になります。だから結構自分だとですね、気づきづらいんですけど、今のチェックテスト、6つあったと思うんですけど、1つでも当てはまったらインポスターシンドロームをちょっと疑った方がいいと思います。でこのインポスターシンドロームは、優秀な人とか働きすぎの人に結構起こりやすいっていう風にですね、言われているんですよ。でなんでかっていうと、これインポスターシンドロームのですね、根幹のですね、欲求を理解すると、なぜそういう人たちがですね、働きすぎになるのかってことが分かります。ワーカホリックの人とかに多いんですよ。例えばジョージア州立大学のですね、論文とか参照する
するとインポスターシンドロームにですねかかりやすい人っていうのは失敗に対する恐怖が強い人、失敗に対する恐怖が強くて失敗したくない、失敗できないというふうに思ってる人ほどインポスターシンドロームになりやすいんですよ。これ何だか分かる気がしますよね。インポスターシンドロームになるのは何でかというと失敗が怖いからで、失敗が怖いから一生懸命働こうとするし、周りから見た時にあいつは負け人だって思われたくないから誰よりも一生懸命働こうとすると、でも自分の結果には満足できない、なぜかというと次は失敗するんじゃないかって恐怖が常にあるからということなんですよね。で実際インポスターシンドロームになっちゃうとどんどん負のループでですねこれが加速していきます。さっき言った通り失敗のですね恐怖からですね逃れようとして一生懸命頑張るわけですよ。で頑張るんだけど人間失敗が起きないことなんてありえないですから、結局ですね細かい失敗でへこんじゃうんですよ。でへこむとどうなるかというとやっぱ自分はダメだからもっとやらなくちゃっていうふうにダメなんだっていうふうに思ってでインポスターシンドロームが悪化するわけですよ。でそうするとどうなるかというとさらに失敗しないようにですねもっと頑張ろうとするんですよね。でこれでどんどんインポスターシンドロームが悪化していっちゃうってことがですね分かってるんですよ。だからですね結構インポスターシンドロームになっちゃうとこの失敗への恐怖がですねどんどんこのインポスターシンドロームをブーストさせてしまって頑張っても頑張っても報われないんです。なぜかというと自分で自分のことを認めてあげられなくなるから。これどんなにお金を手に入れても周りから賞賛されたり賞をもらっても自分で自分の能力を認めてあげられないっていうのはですね一番悲しいことなんで、ぜひですねインポスターシンドロームからですね脱出していただければなというふうに思います。でこのインポスターシンドローム結局失敗への恐怖をですね取り除かなくちゃいけないんで、方法っていうのは確かにいろいろあるんですけどなかなかですね難しいと、これだけで治るよってことは言いづらいんですけど、まあ、失敗への恐怖を取り除くということですね、やってあげればよろしいと思います。例えば、一番簡単な方法は自分はインポスターシンドロームというふうに思ったら、いや俺インポスターシンドロームかもしれないんだよねと、で誰か、信用できる友達に話しちゃうと、なんかいつも誰かをさ騙してるような気分がしちゃってさっていうふうに信頼できる友達に言えば、いやそんなことないよ、お前はやっぱ能力持ってるよって言ってもらえるん でそのおかげでちょっとインポスターシンドロームは和らぐとっていうことで、ね、期待できるかもしれないですね。であとはやっぱりあの常に失敗しない完璧な人間になろうっていうふうにですね思っちゃってる人がいると思うんで、まあニコニコとかでもですねご紹介したような完璧主義をですね取り除くためのですね、心理学なんかも参考になると思います。常にですねあの失敗しない人間になろうっていうふうにベストな人間になろうっていうふうに思うんじゃなくて、まあ80点でいいんじゃないっていうふうにですねあえて目標を下げてみるってなんかもいいと思いますね。あとは成長マインドセットとかですを身につけるとかですかね、いわゆるこう自分は失敗を乗り越えながら失敗を経験しながら人間は成長していくもんだから、今回の失敗をバネにして次はもっと自分が上に上がっていけるんだっていうふうにですね考えるとっていう考え方なんかは結構いいと思うのでぜひ試してみてください。まあそれでもやっぱり失敗はですねしたくないと、失敗が怖いって感情は消えないと思うので、今日もですね続きの動画をご用意してあります。今日の続きの動画はですね失敗許容力 の身につけ方ですね、失敗許容力、失敗を許すための力を鍛えるための方法をですね解説してますね。ぜひですね続きの動画番組概要欄またはコメント欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。